とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を試してみたいと思います。以前ね、古代狩りをした時に出たやつなんだけども、これです。タイタンの鎧、黄金スキルが、毒ダメージを増加させるっていうやつだね。そしてエンチャントがこういう風にしてみました。変更に魂の袋無謀です。無謀とこのね、覆われた怒りが相性がいいらしいのよ。なのでまあ使ってみようかなと思います。確かに攻撃力 80% アップで怒りを振ったらだいぶ強いよね。常に力のポーションを飲んでるような状態で攻撃ができるので強いんじゃないですか。で、タイタンの鎧は 35% のダメージ軽減がついてるし、アーティファクトでアイアンハンドレッドアミュレットつけていけば、まあ、HP 60% になったとしても、ちょっとは耐えれるかな。どうなんでしょう。まあ、できれば、毒フォーカス無謀を、ポーションバリア、クールダウンっていうのが、一番良かったんだけどね。まあ、とりあえず、無謀とこの、覆われた怒りの相性はどんな感じなのか、今日は見ていきたいと思います。行きましょう!よし、それでは、行ってみようか。まあ、魂は、いや、溜まりにくいと思うぞ。あっぶねえ、あっぶねえ。振りが遅いからさ、いつ爆発するかちょっと怖いわ。あー、なるほどね。あー、嘘、やっぱり HP がさ、 HP 低いわ。ああ、よい、まあまあ一撃でね、沈めていけば、あ、やばい。やばいやばい。いいんだけどね。そうもいかない時があるじゃない。おっしゃ。おー、まあ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 。おいトライデントの一撃で、そんなダメージ食らうの?ちょっと待て待て。やばいやばい。やばい。やばい。あ、やっぱクールダウンがついてないから、きついのよ。ああ。キノコが持続できないから、きついんだなぁ、これ。まあまあ、クールダウンつけば、まだいけるかな。ちょっとね、実際、今の状態はきついわ。めちゃくちゃきつい。これはきつい。これはきついね。いや、無謀は、やっぱりさすがきついわ。もうちょっとなんか、いい感じにいけるかなと思いきや、ちょっときつい。まあまあ、あいったー、マジか。やっぱダメージが半端じゃないから。きついね。おお、ほほほ。ここあれだね。タワーだでしょ?タワーだよね。これいけるか?まあまあ、いざとなったら、苦痛を使おう。さあ、来なさい!やばいやばいやば!やっべえ!ちょっと待って。今のは絶対無理。やべえ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 、あの、ダメだ。キノコが切れちゃうから、切れた時がもう本当に終わる。完全に終わるわ。いやー、これはもう本当隙だらけだね。隙だらけの装備。ああキノコがなくなるとマジで終わる。あぶねえ。あと一発食らえば死にそう。やばいやばいやばい。一応ね、距離をね、取ってね、
攻撃していけば、ちょっとはマシなのよ、やっぱ。威力はね、すごいから、距離取っていけば、まあ、まあまあまあ、あー、危ねえ。今の絶対あれだったね。危ねえ。変更がなかったら死んでたわ。きつ。これはやばい。ははは。もう苦痛がないと無理です。あ、無理無理無理。もうほら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 、いやね、むちゃくちゃきつかった。これ無理だわ。やっぱり無謀はさ、HP が、あ、そうか。60% になるって思ってたら、60% 減るんだ。40% になるの。そらきついな。まあ、無謀強いよ。近接ダメージが 80% 上がるから、すっげー強いんだけど、これを使っていくならば、絶対ポーションバリアがいるよ。ポーションバリアと無謀はもうセットみたいなもんだろうね。無謀だけではもうとてもじゃないけど、使ってられない。無理。はっきり言って無理です。うん。まあ、無謀のポーションバリアと、あとクールダウンは一つ欲しいところだね。それにプラスで、この覆われた怒りのリフレッシュを使っていけば、強いね。いやー、これ、そこそこいけるかと思ったのよ。毒ダメージアップして無謀で、ガシガシいけるかなと思いきや、そうでもなかった。これはきつかったね。もういらない、これ売ります。全然ダメだった。はい、ということで今日は無謀とこの覆われた怒りを合わせて使ったらどうだろうかと検証してみましたけども、いや、無理だね。無理。無謀がそもそも、ポーションバリアがないと、運用が厳しい、スキルとなってます。なので、使うときには、クールダウン、そして、ポーションバリア、これをセットにしてやるといいと思います。もう無謀単体じゃ、とてもじゃないけど、やってられないです。はーい。まあ、とりあえずね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。